西西田田君、えー、自民党の西田昌司です今日はあの国交委員会に差し替えていただきまして、JAL の、えー、この再上場、また企業再生の問題についてです、ね、お聞きいたします。まずあの、この JAL の再生について、かいつまんで説明しておきますと、えー、のご存じのように、2010年の1月にです、ね、構成開始決定がされました、そして2010年の12月1日に、企業再生支援機構から3500億円の出資がされました。 そしてです、ね、翌年とし2011年の3月15日にです、ね、発社が、いわゆる8社がです、ね、第三者増資を127億円をされたわけですが、実はその2週間後の3月の28日に、会社構成法を卒業されて、構成会社から卒業されています。そしてその数日後の3月31日の決算では 1, 億円、1700億円に上りですね。 単年度の利益を出してるんですねつまり、私が問題としますのは、この構成中の時に発射がです、ね、お金を入れられたんですが、実はこの時点ではです、ね、もうこのお金を投入する必要はなかったんではないかと、しかるにその発射がです、ね、なぜこの第三者増資をしなければならなかったのかという問題なんです。そこでお聞きします、事務方に答えていただければ結構ですけれども、要するにこの発射をです、ね、決めた理由と、そのお名前を教えてください。 株式会社企業再生支援機構、常務取締役、川本参考人。川本よりお答えいたします日本航空は非公開会社ですので、8社とおっしゃった第三者割り当て増資先の各社の同意先なくして、同意先のど各社の同意なくして、会社名を開示することはできません。ただ 7月31日の社会保障と税の一体改革特別委員会の審議を受け、内閣府より要請を受けて検討し、日本航空より増資先各社に対し、その同意の確認を求めたところ、京セラ株式会社については同意が得られましたので、株主であるということでご報告をさせていただきます。 この8社を選定した理由でございますが、日本航空との取引関係先企業であること、資金力、財務の安定性、これに加えて、日本航空の安定株主となることを基準に選定したものでございます西田君、そもそもです、ね、安定株主とおっしゃってるんだけれども、 要するに、この会社構成計画の中ではですよ、そんなこと誰も言ってないんですよ。もともとは、もともとはですね、要するにスポンサーを求めるというのが本来の趣旨なんですけれども、まあ、今回の場合には、特に上場によってです、ね、投下資本を回収するという形されてるんです。だからその中で、要するにです、ね、安定株主云々という話はです、ね、この時点でやる必要はないんですよ。そもそも、会社構成法を離脱してからです、ね、安定株主を求めたら、 この求めやすいんですが、会社構成法のその規制の再維ということは、要するにリスク再建なんですよ、ね、リスクのある会社に安定株主になってくださいということ自体がおかしいじゃないですか、なぜその時点で安定株主になれるんですか。川本参考人ではあのこの第三者売り当て増資を行った 理由についいいいててご説明をさせたただきたいと思います日本航空の再生に関する企業再生支援機構の責務でございますが企業再生支援機構法の定めに従いまして日本航空の運航を継続させつつ再生を図ることでございますそして政府および主要債権者より公正手続きについてはできるだけ早期に集結させることが求められておりましたこの第三者割当て増資は 国内公正手続きの早期終結のための施策でもございますので、この点についてご説明をいたします。日本航空の出資をめぐっては、2010年8月の公正計画案の策定にあたり、主要再生権者から、当機構が支援決定時に計画をしていた3000億円の出資にとどまらず、イベントリスク等に備えた、より強固な財務体質の構築、 資本の厚みが必要であるという指摘がなされておりました。これも踏まえて、企業再生支援機構は、構成計画案において、出資を3500億円に増額するとともに、より安定した財務体質を構築するため、外部からの調達によるさらなる資本調達について検討とすることといたしました。その結果、構成計画案において、さらなる資本増強の検討について記載を行うとともに、 裁判所の許可を得て追加的に株式の発行を可能とする条項を置くこととしましたこれによって構成計画案に対する債権者の賛同が得られることとなったものです2010年の9月には外部からの増資に関して具体的な検討に入りました同11月に候補先との接触を開始し11年3月に裁判所の許可を得て出資の実行となったところでございます 関全に至る機構としては、主要債権者の協力、最終的には公正債権等のリファイナンス、これによる2011年3月末の公正手続きの終結を得るためには、債権 <laughs> 者との約束である公正計画を誠実に履行していく、そのことが必要でした。11年3月末に公正手続きを終結させるとの方針につきましては、公正計画に記載し、 日本航空の記者会見でも明らかにするなど10年8月頃から広く公に知られた事実でございましたまた JAL の足元の営業利益の状況は毎月の定例記者会見における関材人広報メモや裁判所で利害関係人が閲覧できる月間報告書によっても開示されておりました以上ご説明いたしました西田君もう少しね簡潔になってください3分しか時間がないんでねで、私が質問で問題意識を持ってるのはですねまず 資本増強が課題となっていたとおっしゃいました、ところがですね、この JAL の裁判所に出している日本航空の構成計画案を見ますとね、資本増強しなければならない理由はイベントリスク、おっしゃいましたとおりなんですね、だからそのためには、イベントリスクが発生する場合、換算人である機構は、構成手続き後も企業再生支援委員会に諮りつつ、機構法の下で可能な範囲で事業継続や義務の履行に必要な追加の財務上の支援、これは出資。 融資保証を含む諸施策を実行して、抑制のイベントリスクに即応できる強固な経営体制を構築できるよう、引き続き支援する所存であると書いてるんですよ。つまり何かといいますとね、そのことは織り込み済みで、再生支援協議をやるべきなんですよ。で、そもそも一番問題なのは、これはですね、今、国有化してるんですね、事実上ね。その国有化、なんでなったかというと、リスクがあるからなんです。それで誰も民間できないから国有化でやってるんです。そのの構成の最中に 民間企業に出資を仰ぐということ自体がです、ね、そもそもありえない話なんです、ねで。そして、つまりなぜかというと、民間企業はですよ、その例えば京セラの場合、50億出してますが、その50億が回収不能になるかもしれないんですよ、構成中は。でそういうところにお金を出すと、株主に対する説明責任は当然問われます。ですから民間企業が出すことはです、ね、二の足、三の足を踏むんですよ。しかしなぜ、その民間企業が出せたのかと。 それは先ほど言いました日付が関係あるんですよ。つまり、3月15日という日付はですよ、その2週間後の3月28日に、会社構成を離脱してるんですよ。そしてその3日後の決算では、1700億円の利益、つまりですね、3月15日の追加出資をした時期におきましては、はっきり言いまして、この債務超過の状態が解消していると思います。そこでお聞きします。債務超過の状態が3月15日では解消されたはずです。 この JAL がです、ね、債務超過の状態を解除した日いつ時期はいつだったのか教えてください。教習をしてください。川本参考人、えー、申し上げます、えーえっとえー。いくつかご質問あったと思うんですが、あの企業再生試験から聞いてういう。債務調査が終わったのいつかということですが、質問は。 裁判所に提出している月間報告書にも記載して、利害関係人の閲覧にもないし、当社にも可能な状態になっている情報でございますが、12月、2010年の12月には、債務超過をかろうじて解消しているという状態でございます西田君。お聞きになったとおりですね、12月には債務超過解消している、もちろんこれは3 9 0 0億出したからですね。で,ですから、この形式的には3月の28日に、会社構成を離脱してますが、 この2011年の時点ではです、ね、もうすでに債務超過が解消されて、ね、この要するにお金を追加出資を求めなければならない合理的理由ないんですよ。合理的理由ないのになんでやったのかと、これはまさにこの再生計画が、ね、この非常に稀な形なんですが、要するに最後は出口として上場ということをあらかじめ織り込んで,織り込んでるんですよ。つまり、ここで入れた発社のこのお金はですよ、まさに上場の 目線としているんですね。未公開株をもらったということに等しいわけなんですよ。これが一番問題なんですよ。で、私はですね、この状態の中でちょっと聞きますがね、企業があの日本国政府が持っていた例えばね、NTT とかこれを上場しましたね。で、この上場する前に100%政府が持っているこの NTT 株をですよ。第三者投資でやったような事例があったんですか。これ金融庁分かってるんじゃないですか。政府が株を公開するときに。 未公開株をですね。そのそのまま第三者に渡すような安定株主を求めるというような理由でですよ。渡すというようなことがありましたが。金融庁総務企画局氷見の審議官はい、お答えいたします。あの、政府保有株の全事例について把握はいたしておりませんが、あ、今ご言及がありました。ntt とか jt の事例につきましては？ 自治の場合、従業員持ち株会に割り当てるといったようなことはあったようでありますけれども、その他の第三者増資といったことはなかったというふうに理解いたしております西田君。当たり前なんですよ。なぜならばですよ、上場の利益は国民の利益ですから、国家が全部入らなきゃおかしいんですよ。特に JAL の場合はですよ、なぜ上場できたのか、それ国民負担があったからですよ、5250億の債権の防引き、それから、 2500億近いこの資本金がですね、昇格されてるわけですよ、全部。さらに3500億のこのお金を追加出資で政府が事実上出したわけですね。この1兆円を超える国民負担があったればこそ、上場できるんですから、その国民負担に対する、ね、その大衝突し、当然、上場益は国家が受け入れなければならないんですよ。ね。それをわざわざ安定株主を求めるという理由で、 もうタイム超過が終わった段階で、発射に入れるなんてない、それからもう一つ言いましょう、今、この第三者増資をしたのがですね、まあ、京セラだということはおっしゃいました、実はですねこれはもう発射の名前は、すでに報道でも出てるんです、そしてその報道出た中から、ですね私は有価証券報告書というのがですね出てますから、それを調べると分かるんです、いくら持ってるか。そうすると 京セラは50億円分持ってます。そしてもう,もう一つ大きいのが、要するに大和証券なんですよ。大和証券が50億円をこれを取得してるんです。あと27社、それぞれですね、いろんなあの損保業界等々があるようですけれども、とりわけ大きいのがこの京セラと大和証券ですよ、50億円。ね、そしてその50億円の普及金をしている大和証券は、次の JAL の上場の時の主幹事企業じゃないですか。 新たに株をですよ、国民に買ってもらう、その株を売りさばく、そしてはてねをつける、その一番公平なところの立場にいなければならない、その主幹事会社がですよ、あらかじめ第三者割当てで未上場未公開株を50億円取得する、その上場がされたときに、当然、この主幹事企業は大儲けするんですよ。こういうことは、株の上場の中でもありえないじゃないですか。 金融庁どうなんですかこれは金融庁総務局、三井参事官えっと引き受け主幹事の選定につ,きついてのご質問でございます。JAL という固有,の固有名詞の再上場における引き受け主幹事の選定について、金融庁としてコメントする立場には大変強直でございますけれども、ないというふうに考えます。 まあ一般論としてでございますけれども、主幹事証券会社においては、資金調達企業と投資家のニーズを適切に把握しまして、売り出し価格などについて、公正な審査を行うということが必要であると、重要であるというふうに考えてございます西田君、だ一般論をおっしゃいましたけれどもね、その一般論から言ってもですよ、主幹事企業が、ね、この自分が株を持つことによって、それは利益相反になる可能性があるんじゃないですか、もうちょっとそこを答えてくださいよ。 法律で規制されてるとかいう以前に、利益相反の可能性があるじゃないですか。三井三時官。はい、えー、恐縮でございますあの。個別の事例については、あのコメントを差しさせていただきたいと存じます。それで一般論としてございますけれども、利益相反等の観点も考慮しまして、金融商品取引法では、親子関係にある法人が発行する有価証券に係る主幹事証券となることは禁止されておりますが、それ以外の事例について、えー その株式保有にあるからといって、それが禁止されているということではございません。利益相反を聞いてみた三井三次官。利益相反、それから資本市場、資本金融資本市場の公正適切なその運営の観点、両方を関して、金融商品取引組ではこのような規律になっているというふうに承知してございます西田君。要するにね、これは利益相反の可能性あるんですが、 普通こういう厚かましいことしないんですよ、ね、普通はしない。それをですね、要するにこれ、国民の企業ですよ、国有企業なんですよ、民間企業がやってるんならいざ知らずですよ、国家が事実上持っている企業が、そして国民負担によって、再上場をしようとする企業が、そういうでたらめしたらいけないじゃないですか、ね、こういう一連のことを聞いてて、まず国交大臣。 あなたは直接、上場に関しては、ね、主観じゃないですけれども、JAL を主観しているのはあなたなんですよ、ね、この再生について、こういうことがお分かのこと自体、問題があると思いませんか、お答った国土交通大臣まああの。国土交通省としてはですね、航、え、空、ー、<laughs> 会社、航空ああ会社のおお、まあ、公平・公正な競争と、そして、<laughs> えー、まあ、あ 利利用者の利便といいうものをしっっかりと守っていくと守てくにかく安心安全というのが一番ですから、あ国,国土交通省としては、あそこをしっかりと担保していくということだというふうに思います西田君。あなたの答えというのは、私が次質問する答えを答えているだけでね、今言っているのは、上場に対するね、この経過を言っているんですよ、要するに濡れて縄のが、再生、上場についてあくらんたおかしいだろうと言っているんですよ。安全性の話とか ね、競争環境これからいう質問です、ね、ちょっと聞いて答えてくださいちゃんと。それでもう一つ問題があるのは言っておきますがね、これは8社が127億円出しただけじゃないんです、その中で役人がですよ、執行役員たち20人ですね、確か、これに20万円ずつ増資させますね、この差した理由言ってください。川本さん JAL の執行役員20名に対して、第三者割れて増資という形で、株式の保有をさせておりますけれども、これにつきましては、当時の経営、JAL の経営を担っていく方々に、経営に対するインセンティブを持ち、また JAL の再建に責任を持っていただくという趣旨から割り当てを行ったものでございます西田君、その振り込み規はいつですか。<月>川本参考人 川本参考人、はい。え、12月の下旬であるというふうに伺っております西田君この12月下旬というのも、先ほどありましたように、もう事実上、いわゆる破綻がしない、ね、債務超過の状況が終わった段階なんですね、そしてもう一つ言いましたらね、要するにここでインセンティブとおっしゃいましたけれどもね、JAL の従業員、今、何人いるんですか。川本参考人正確にはあ申し上げられませんが、3万人前後。 西田君3万人の従業員の方おられる、1万人以上の方がまあ、リストラされましたが、残りの方、一生懸命され、今、まあ、仕事してるんですね、そうすると一番インセンティブを持たなきゃならないのはこの3万人ですよ、20人で JAL の再生はできないんです、3万人がですよ、1人20万円ずつぐらい出しますよ、そして出せばどうなりますか、2 2万人3万人かける20万円で60億円なんですよ。ももととあななたた方が言っていた自己資本事実なら よほど大きな金額が集まるんです、60億円ね。そして、これは NTT でもやった社員持ち株会がねやったというのと、実は同じようなことになる。しかし、それでも私はだめだと思いますよ。たとえそういう形に従業員に20万円ずつ持たせたら、その上場益はどこに行きますか、従業員に行くんですよ。ね、もちろん従業員、役員の方々が決まられたことも事実でしょう。しかし、先ほどから言っているように、上場できた最大の理由は、 国民負担なんですよだからその利益が一部の役人にいってもいけないし、従業員の方々に持ってもらうということも、今回のこの JAL の破綻をした率を再上場というのではです、ね、ありえないんですよ。分かっていただけるでしょう、大臣、ね。そういう仕組みなんですよ。なのに、従業員でもだめなものがですよ、なんで発車が。しかも京セラと大和証券の JAL に事業の遂行上、何の関係があるんですか。 何の関係もない。そういうところがですよ。最上場目前に。お金をですね、第三者割当するということ自体がおかしいんですよ。これで私がおかしいって言ってる理由わかるでしょう、大臣。ね、もう一度おかしいと思うか思わないか。はっきり答えてください。秦大臣。まあ、あの、今お話をいただいていることについてはですね。えー、まあ,あ、聞いていることについては理解をしておりますが。コメントする立場にはないというふうに思っております。 西田君そういう無責任な立場が、JAL の再生を公共の足としてのですね翼の再生ではなくて、単なる企業再生やに,によるですよ、企業再生事案に貶としめてしまったんですよ。あなたの責任は、もともとはこれやったのは前原大臣ですよ。しかし、そのあと今、所管大臣なんですから、もっと真剣に考えてくれない困りますよ。それでね、この再生の問題はこれだけじゃないんです。お聞きしますが ジャルが破綻する前の直前のです、ね、有利負債額、いくらだったんですか。国土交通省長田航空局長。日本航空に受けます会社構成法申請時点の有利負債残高につきましては、連結ベースで約1兆2000億円となっております、はい、西田君。そして今現在この年の月末現在在こののの年月末 有利残高、長,長田局長、23年の末時点の有利子財残高につきましては、2084億円となっております。西田君。そして、えー、もう片っぽのです、ね、アナ、全日空の今の、今のこの2012年の3月末の有利主催残高、いくらですか、長田局長。全日空につきましては、9637億円となっております。西田君そして JAL の当期のこの利益と、そして全日空の利益、いくらか言ってください長田局長。当期、えー、の利益につきましては、えー、全日空が、えーえー、営業利益が970億円、当期利,利益が281億円。 えー、日本航空につきましては、登記利益が1866億,億円となっております、はい、西田君。今お聞きのように、ですね有利主債残高で言いますと、もう今、2000億円台になって、もう既にですで、ね、に事実上、今、無借金状態なんですよ、これは、この今の時期になってますと。そして、JAL の方 ANA の方はは、ね、9000億円を超え、立兆円弱のこの借金を持っています。 この登記利益もですね10倍近い差がついてるんですね、片っぽ2000億円ぐらい、片っぽは200億円台なんですよ、そしてこれだけじゃないんですよ、会社構成法を使いましたから、これから先、JAL が税務上の損金として繰り越しできる損金の額はいくらですか、教えてください長田局長。 ジャルが今後あのえ、どういうふうな、損金の枠は、えー、約1兆2千億円でございます西田君、ね。1兆2千億円の税務上の損金がある、これ、どういう意味かと言いますと、要するに今、大体二千億円ずつ利益出ますね、これがずっと1兆円の利益が出るまでの間、1円の税金もジャルは払う必要はないということです。これはどういうことを意味するかと言いますと、 ここ数年の間にですね、この調子で事業再生が進みますと、JAL は無借金どころか1兆円の現金資産を持つ会社になるんです。わかりますそして、アナはどうかといえば、健全経営をやってきたけれども、9000億円、1兆円の借金を持つ会社でずっと行くんですよ。ね。ということはどういうことか。あと数年後には、もし JAL が上場しましてですね、民間企業になっちゃいました。そうすると、JAL が、 穴を TOB にかけられるんですよ、完全に。ねこういうことはいいと思いますか、国交大臣畑大臣臣国土交通省としては、航空会社のです、ね、間で健全な競争が行われ、運賃やサービスの改善を通じて、利用者利便が維持・向上されることが重要であるというふうに考えておりまして、市場の競争環境を常に監視して必要に応じて不当連売。 防止など、航空法の規定に基づいて適切に、適切に対応したいというふうに思っています西田君だからこれは公平だと思うかと聞いてるんじゃないですか。そんな役員会と当分しようんでどうするんですかあなたは政治家なんだから、今言ったでしょう、今現在も片っぽをね、国民負担によって無借金になってるんですよ、事実上、じゃるは。そして片っぽを真面目にやってきた会社が一兆円借金ですよ。そして数年の間に トラス1兆円の預金が JAL はたまるんですよ、これは何が公正な競争環境ですか、これは公正なんですか、公平なんですか、これが、答えてください畑大臣、まああの。コメントする立場にはないというふうに思いますが、ないと思いますけれども、このことについては公平公正に行われるようにするのが筋だというふうに思います。 じゃあ、もっと言いたら筋だから、このことについては政府内で協議するとはっきり言ってくださいよ。問題意識持ってるならそう言いなさいよ。当たり前じゃないか畑大臣あの。私としてあのは、あの問題意識は持っているつもりであります。西田君これでもたなければね、どうかしてますよ。そしてこれはですね、一番だめなのは、要するに内閣府なんですよ。 この企業再生支援機構を主管している内閣府の問題なんです。私が一番問題にしたのは、もともとですね、この企業再生支援機構法、これ、なんで作ったのかと、これは要するにもともと中堅企業地域のですね、これを守るために作ったんです。麻生内閣の末期で作ったんです。そしてその目的は、その公共財を、ま、守るんですよ。で、JAL のような大きな会社は本来想定になってないんですけれども、これをわざわざ使った、それは公共財を守るという意味ですよ。 それは国民の翼、国民の足なんです。足を守るためにこれを使ったのに、この JAL の再生ではですよ、そもそも4分の1、全体の不採算路線を切り捨ててるんですよ。何のための再生ですか。足を切り捨てて、再生なんかありえないんですよ。まさに JAL の,のための、JAL のための再生なんです、これは。国民の足を守るための再生になっていないんですよ。そしてしかも、この法律の中にはですよ、ね。 再生させるだけの基準がちゃんと書いてあるんですよ。ね、そうすると何に書いてあるかというと、要するに中立構成なんです、競争環境をちゃんと守れと、これが一番のこの産業再生支援機構がお金を出す条件なんですよ。大口さん、ご存知でしょ、これは。そうすると、これ完全に逸脱してるんじゃないですか、あなた方政治家が、きちんとここのけじめをつけなきゃだめじゃないですか。 問題意識あなたは持っておられませんか。大大内閣大臣政務官あの企業再生支援機構の役割に関しては、今、法文をご指摘いただきましたけれども、そのようなことが書いてございまして、そのとおりでございます。一方、あのこの JAL に対する、まあ、企業再生支援機構を通じた支援、ま及、あ、びこの再生ですけれども、まあ、これはご案内のように、今、お話がルールありましたように、まあ、法的な手続きを踏むということで、あの裁判所の下での 構成計画を作って、その中であの企業再生支援機構も噛んだ上で行ってきたものであります、でそのために主要債権者から構成計画の合意を得る前提として、23年の3月末にあの債務超過を解消するという、そこに向けての,あの構成計画であり、かつ支援でございました。ですから、それを達成するという意味においてあの、それがかつ再生であり、出ていくことでありますのであの、過剰支援という形には私はなってないというふうに思います。 西田君こ,のこれだけ事実を見て、何が過剰支援となってないですか、なんで潰れた会社が無借金になって、数年後には1兆円の現金資産が手に入ることができるんですか、それが過剰で大統領、何を言ってんだ、あなたは。何を言ってんですか、あなた方は。モラルというものがないのか。しかも問題は先ほど言ったように、事実上政府が、国民負担の下で政府が持っている会社の上場をする直前に、 第三者に株を割り当てるなんてことは、リクルート事件そのものじゃないかあなた方やってることは本当に不道徳なんですよ。そしてもっと言えば、この会社の再生のためには、ですね稲森さん頑張っておられたんでしょう。だから私も同じ京都の人たちして言いたいのは、この方の名誉を守るためにもですよ、こういう増資をさせて、成就させちゃだめなんですよ。本当にこの方がですよ、一生懸命、企業再生のためにやられたんだったら、これは。 株式は自己承諾するべきなんですよ、ね、そういうことをする、そういう方向性で考える,考えるべきじゃないですか、これ、どなたが答えるべきな <laughs> 大大さん大政務官 判決に願います、はいあのまあ、第三者割当増資のこともありましたが、まあこ、これからのエグジットのことも含めてのお問い合わせだろうというふうに思いますが、あのまあ、エグジットについては、まあ、3年のうちにエグジットするということが、まあ、法律と定められています、でそれに向けての,あの構成計画を実行し、再生をしていくということでございますので、まあ、それに向けての足取りを着々と踏んでいくというのが、まあ、基本的なスタンスだろうというふうに思っています西田君、あのね、要するに、この子の世年でまだそんなね、寝言言っているんだだめですよ。 不公正,不正義が民主党政権の下で、そして唯一のあなた方のね、これは成功事例だと宣伝してるんだけども、とんでもないことやってるんですよ、これをやめないと、本当にね、後々大きな禍根を残す、そのことをしてきて、私の質問を終わります。